今持ってこない、いつ持ってくんだって今でしょ。いいよ。フカヒレ入ってる。うわっ、レスリングの相撲より安全だよ。あ、本当ですか。ぶつからんもん。ああ、ここに、あれ、相手を倒すんですか。いろいろあります。倒してからやっぱり、まあ、背中をフォールすればいいんだけど、フォールしなくても回転、1回転させると手になるらしいですね。ああ、背中をつけるところですか。そうそう、背中つければもう勝ちだ。あ、相撲の土俵みたいにこう線みたいのは一応あるみたいね。だけど厳格じゃないよ。出て負けとかはないよ。点は取られるみたいだけ ど、それがね、ルールがね、変わって、ね、出した方が点を取られることもあるみたいで、分からんですよ。複雑なんですね。あのルール分からん。あ、もうね、とにかく日本や東洋の選手が勝つとルール変えちゃうんですよ。けしからんですよ。自分はもう相撲とあと総合格闘技しか、うん、それ総合格闘技すごいよ。まあ激しいですよね、やっぱり。でも相撲の方が、相撲の方が激しいよ。そうですね。まあ殴ったりとかないですけど、殴るよね。やっぱり衝撃が、だからここにあの総合格闘技の来ても私ら勝つもんね。そうですね。まあ、体全体でぶつかりますからね、相撲は。ね、それでこの間の月曜日にそちら来て、レッスンの練習から相撲とか負けんな。あ、先週ここに来たんですか。ここじゃなくてね、岩島のタイプのあのスポーツを借りて、あ、でやったんですか、うん、このクラブのメンバーじゃなくて今度またね、あの24日、はい、月曜日だけれども24日、11月ですね。11月、はい、あの愛知県の体育館の土俵を借りて相撲を取るからよかったら来てください。1時からはちょっとダメだけど、月曜日月曜日の1時、1時から3時。あとはちょっと予定が空きそうだったら一回ちょっと連絡させてもらいます、はい、あのあれにまたあの掲示板の方に、あ、ちょっと先なんで忘れちゃいそうなので、また教えてください。まあ、死んで終わったんだね。でもあなただったら、すっすん勝ち、簡単に勝っちゃう。でも、レスリングはバリバリやってる人なんですか。30年やってる。で、66歳。じゃあ、相撲で言うと、久保さんみたいなタイプですか。うん、そうじゃなくてね、もうちょっと華奢だな。ああ、そうなんですか。うん、で、投げが強いんですかね、レスリングだと。今日、写真持ってくるのと忘れちゃったけどさ。もう、ね、いろんな相手と撮ってみたい。うん、うん、もう一人ね、レスリング60年というおじさんがおるんですけどね、名古屋に。はい。その人の紹介みたいだけれども、あ、その人はレスリングがもう、隅から隅まで知っとる。あの、私学館なんかにね、指導に行っとるらしいです。あ、そうなんですか。うん、オリンピック級の人らしいんで、まあ、75だったね。ああ、そう、レスリングもともとやろうって言ったのは大分の。そうそうそう。で、大分の人がその名古屋 その徳田さんっていうんだよ。その人を誘ってね、はい、私と3人代わり者の3人組行ってThank you.
ありがとうございます。本日は3時の方向で何か
ちが害虫か決めようぜ。逃げ出すんじゃねえぞ。
ておけ。遺体のもてあそびは最も怒りを買うと。ライター動画パチンコスロット2ちゃんまとめ、解析攻略情報全部アプリ一つで楽々チェック。スラパチステーションで検索してね。スラパチステーション、面白ライター動画パチンコスロット2ちゃんまとめ、解析攻略情報全部アプリ一つで楽々チェック。スラパチステーションで検索してね。